さあ、それではスーパーマリオメーカー2の続きやっていきたいと思います。さあ、今回も視聴者さんのコース遊んでいきましょう。さあ、今回はさあ、リンマリオさんが作られたリンクアドベンチャーテンプルオブウォーター、リンクアドベンチャー水の神殿第3章、湖の封印を解き魔王の力を弱めよ、難度調整積みポイント修正版となるほど。さあ、クリア率は 5% と、今までと比べればだいぶ簡単になってるっぽいけど、じゃあ早速遊んでいきましょう。さあ、今回は水の神殿というからには水が出てくると想像できますが、お、早速、わあ、いきなりもう問答無用でなんかおじさんが若者にされてしまう、さあ、というわけで、今回はね、ジョイコン使って遊んでます。だから、たまにアナログスティック使ったりとか、十字ボタン使って動きたいと思います。さあ、まずあれ、こうか。よっ。あれ、意外と届かないな。よっ。ほう。おお、ほう。おお、怖。あ、そういえばなんか爆弾を担いだ状態で突っ込むこともできるけど、なるべくダメージ受けないようにやってみてくださいっていう、そういうコメントが書かれてたから、頑張っていこうかな。おまずスイッチをなんとかしないといけないけど、あのスイッチは氷ブロック。爆弾ってなんか結構、あ、いけるわ。いけるけど、弓矢。あ、なるほど。あ、いいね。よし。じゃあ、入っちゃいましょう。あ、そういえば水の神殿ってなんかこう、言われてみれば水中から行くんだね。なんか、時のオカリナだとそんな感じだったっけ？確か潜れる。あれ違ったかな。あ、ごめん、トワイライトプリンセス版とちょっとこんがらがってるかもしれません。版っていうのはちょっとおかしいけど。お、来た。おお、だな。時のオカリナシリーズから音楽が来てるらしいんだけど、あ、これ爆弾のドット絵だよね。なるほど。今回爆弾うまく使っていきましょうみたいな、そんな感じかな。さあ、というわけでドッスンさんが犠牲になってしまって、じゃあ行きましょう。お、ちょっと待って、これは跳ね返すやつでしょ。これ、跳ね返すマークあるから。お、いいぞ。さあ、これで破壊できて、上の方に行くと、何かありそうな感じだけど。上から踏むべきか下から行くべきかちょっと悩むな。さあ、ここ。あれ、ちょっとまずいんじゃないか。うまいな、おい。さあ、こう来て。ヒュー。おーっと、なんかちょっと違ったっぽい。気になるな、これ。もう一回やろうか、これ。出てくるよね。たぶん。お、戻れそう。わーっと、あれはどうなる？あ、出てこないんだ。一回だけなんだ。へえ。え、これはね、ここが破壊されて、なんか行き来が楽になるとかそういうこと？あ、積まないようになってるわけか。なるほど。おそらくだけど、ここに、ボム兵が留まって、上からでも行けるようになると、そういう仕掛けかな？よし。さあ、ここ開けていいでしょうか。よっ。おう、ふわっとしてる。なんか爆弾が水中っていうか上に上がっていかないところが、ブレスオブザワイルドとは違ってちょっと重さを感じますね。おっと、コメントに隠れている。危ない。あ、トゲゾウくんが、あ、そのままちょっと邪魔になる。ピンクコイン欲しいね。これはない。あ、あ、待って、水中で泳いでるときは、取り出せない。よっ。ちょい遅かった。生き返るの、お前。やっつけられるわ。不思議な感じ。弓矢だったらやっつけられるって。もう一回。よし。上の P スイッチは何でしょうね。一応ちょっと狙ってみる。あ、なんか、マークが上にあるぞ。あ、だだだだだだ。
よ、あ、確かにね。これだったらさ、こう突っ込んで、あー、ご担いだもん近づいちゃえば、あの、タイミングとか関係なく簡単にできちゃうから。でもそういうやり方でもいいと思うんだよね。ブレスオブザワイルド的な考え方で言うと。よっ。よっ。よし。あれ、でもよく考えたら、これ、どうやって押すんだ、これ。あ、つつけばいいのか。待て待て。でも、つついてさ、何が起こるかちゃんと考えないと。お、なるほど。なんか、あー、ここまで来ないと、足場がなくて、爆弾が取り出せない的な、そういうやつ。なるほど。あ、違う違う違う。今ちょっと考え足りなかったか。うん。頑張っちゃえばここでなんか足場で持てそうな感じがするけど。まあそれ置いといて、じゃあここで。あー、これ刺さるやつだよね。おお、危ねえ。セーフ。うん。よし。というわけで、じゃあ、あの、壊しやすいようにもう一回。よっ。よし。で、これを。あれ、なんかぶつからないのか、なんか意外な感じ。じゃあどうすんのこれ。ああ、消えおったぞこいつ。いいのかな。ああ、両方押しちゃった。時間ないやつ。よっ、ほい、いけたか。あ、いけた、よかった。あ、待て、上気になるわこれ。あ、でも上後でいけばいいのかなこれ。どうなんだろう。まあ、いいや、もう一回。よし、さあこれで穴が開いて取って、おお、滑る。これ一応氷だな。水中でも滑るって結構なんかすごく新鮮。お、さあ中間ポイント、これはちょっと保留。うん、待て、これ弓矢だったらやっつけられるから、うん、安全に処理しておいて。よっ、ふん。あ、だだだだ、あぶねー。でもうまくいった。よっ、うまくいかなかった。くそー。よっ、さあこれは簡単だよね。よし、あそこにピンクコインがあるけど、上の方って上から来るのか。あー、危ない。ちょっと待って、これは中間踏んだ方がいい話。どうだろう。いや、踏んどくか。踏んどこう。帰ってこれない可能性あるから。うん。あ、なんだ、弓矢マークがあるぞ。大丈夫これ。やっちゃったけど。お？おう。下の方にコメントがある。え、あー、うっす、お、ちょっと、お、え、今の俺食らったかと思ったけど。これは、よ、ほい。弓矢、あー、意外となんかそんな気にするほどでもなかった。でも頑張れ。もうちょっと向こう行け。いいよ。そういう、こういうこと？かっこよくない？行った。カラーの。え、上に、ど、え、投げんの？あ、つっつくの？痛い、くそ。あいつ。結構戻らないといけないね、これ。中間ポイント踏んどいてよかったか。さあ、急いで戻って。なんか、頑張れば一応壊せなくもなさそうだけど、上から行った方が良さげな感じ。よっ。よし。お、さらに上の方に行けちゃって。待て、ピンクコイン、もしかして。何？あれ？お？リセット？何かリセットされたっぽい。ピンクコイン、マジか。あれ、実は取れたやつ？取れたっていうか、取っておいた方がよかったやつ？うん。まあいいや、じゃあ行きましょう。ちょっと待って。え、何これ？お？これ、爆弾取り出せない状態なんだけど。あの、触ってこれ、無敵で出せってこと？そういうことなの？いや。どういうことでしょう？もう時間ないから上行こう。何にもないよね。もしかしたら右上あたりに壊せるブロックがあったりとかあるかもだけど。よし。さあ、というわけで、ここから。うん、途中の 2枚のピンクコインはあれは取った方がいいってことか。結構なんかあそこに投げ入れるのはかなり難しい気がしますけど。できるもんなのか。
でもできるって言われてもさ、ちょっとタイミングっていうか、上やっぱり破壊するようなイメージがあるんだよな。だから上から戻ってくる可能性が高いんじゃないでしょうか。よっ、よし、これ2個目の爆弾いらなくね、もしかしたら弓矢でよくねみたいな。うん、さあというわけでここ、まあここはまあいいでしょう。よっ、さあつっついて、おお危ねえ。オッケー、この後は竜巻がいっぱいあって、ここに何か投げ込めればみたいな感じ。もしかしたらこういう、ああそういう仕掛け、あ、うまくできてるわ。え、でもこれどうなるのこれ。おおう、よ、あれ、俺の想像と違う、なんかさらにバウンドしてほしいやつ。よ、なんか違う感じあるなーみたいな。いけ、あー、いけるわー、すごい、謎解いたわこれ。なるほど、まさかの向こう側じゃできないからここでやる、うん、パズル感。なるほど、よし、なるほどね。ここでダメージ受けながら無理やり爆弾取り出すこともできなくはないけど、ちょっとスマートにクリアができたかな。さあここ、爆弾を投げ込めっていう感じかな。お、すごい、あ、竜巻くんのおかげでまっすぐ上に登っていく。なるほど、これは賢い、この作りはいいね。結構爆弾をさ、正確にその左右正しいとこに投げ込むって難しいから。ちょっと待って待って待って、あれ危ないやつ、危ないやつ、あー、じゃあすっごい勢い、これはまずいな。おーっと、あ、帰るときは楽にされてる、すごいありがたい。うん、さてと、ねー、これ投げ込むっつったってな。あ、そっか、ここにあるから無理か。ここで耐えみたいな、耐えて、よし、おっ、オッケー、で逃げる。え、 P が押されてその間に行かないといけないっていう、そういうやつ。もう上入れっぱと見せかけてちょっと待つ。オッケー、おっ、おお、ほう、おお、おや、あ、ちょ、ん？ちょっと待て、結構多いな。よっ、あれ意外と早いな。よし、あー、なんだ、爆風でもちゃんと取れるんですね。おお、何これ、上からめっちゃ破壊する感ある。お、なるほどね。さあそして、ドッスンくんか。うん、よっ、あ、ちょっと早かった。 OK。 さあそして、これはドッスンに近くに寄ればいいんだろうけど、その前にまずは、あ、これ、お、お、お、まさかの、いや滑ってくね、滑ってくけど押すの難しいっすね。あ、いけるんだ、意外と。結構ギリギリから投げればなんてことはないみたいな。よし、さあ行け、どうなるかな。あ、まだね、これ追ってかなきゃいけないやつ。うん、おう、頑張るね。これで上からピンクコインのところ行けるはず。おわ、かわいそう。てか、なんで、まあまあいいか、 2D ゲームだから。よし、お、あ、なんかここに入っとけみたいな、そういうのがある。おお、あ、戻る。こいつ硬いな。うん、さあこれで待って待って、取っちゃっていい、すぐ行くしかないよねこれ。もう多分だけど、鍵を開けたら新しい中間ポイントがあるに違いない。うん、このさ、トゲゾをこうやってやっつけないで使うっていう、そういうパターンもあるかも。だから気をつけていきましょう。よし、さあじゃあ、そっかそっか、よっ、よし、結構ここ破壊するの大変だな。オッケー、よし、さあこれで
中間がないだと？まさかの水位上がってく。間に合わないっていう、明日からやること。オッケー、さあ上の方上がってみましょう。わあ、まさかの、ふっ、届かない、届かないやつこれ。振り向けないやつ、悔しい。硬くない。君たちそんな硬い存在だったの？マジか。トゲゾウはなんか弓矢でやっつけられて、あいつらは剣じゃないとやっつけられて、結構なんかマニアックな設定。うん。さあ急いで中間ポイント探さないと。危ない。ああ、よかった、あった。で、謎スイッチ。よっ。オッケー。お、下にもあるじゃん。え、あ、スイッチはオンでオッケーなんだね。よし。よし、他には？うん。このワカメくんは何の役にも立たないのかい？めっちゃ気になるとこだけど、まあ何もないならいいかな。おっと、さあもう後戻りできないところからの、あ、なに、うん、クレーン、怖っ。あ、やばい、やっちゃった。これ投げらんねえなって今一瞬思ったけど、手が離せなかった。さあマスターソード探しに行きましょう。あったー。ちょっとまさかの見づらい。よし。パンウーが、あーっと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 、クレーン捕まった、危ねえ。ガボンくんが、ちょ、どういうこと？おそらくこれ、待て、どういうことだこれ。おう、まず、でまずブラックパックンがゴールを塞いでいて、でパウがいくつかあって、爆弾でまず壊さないといけないのか。なるほど、ちょっと時間がない感じだけど、まあ一応やっときましょうか。よっ、よしよしよし。おっ、あー後ろから来る、危ない。あのバネは何？あー、捕まるやつ、これ。捕まるやつ。あー、でも逃げられ、やるわ、あいつ。よっ。うわー、危ない。何？あー、クソ、ガモン君、やるわ。あれ、なんか、思ったよりも君たち壊れないね。どういうこと？画面に映ってないからか。ぬー、これどうすればいいんだ。やっつけておかないといけないのか。なんかちょ、あー、やぶねー。いや、判定強くて助かった。上から行くの？ちょっとなんか、時間ないんで、もうどうしようもないんだけど。よっ。なかなかこれは難しいですね。あー、ようやく1個壊れた。よっ。よし。地道。でも、時間ないやつ。あー、まあいけなくもないかなみたいな。よし、さ、というわけでここからオンのままでいいんだよね。ある程度近づいてから担ぎ上げると楽。よっ、よし。まあ下のやつはオッケーでしょう。うん、これってさ、なんていうか、爆弾を置いといていっちゃえば結構楽じゃないみたいなところはない？これ、いや、どうなってたかな。これやった方がいいのかな。よっ、あ、結構間に合わない。何？ちょっと逆に燃える。これはね、なんかやりごたえがある。くらえみたいな。あー、でもちょっと足らんかなみたいな。なるほどね。これはあー、うっそ、まさかの、やるわ。待て、下で置けばなんかワンチャン爆発が届くんじゃないみたいな。届かないか。おい、ほっ、あ、いけたわ。よし、行こう。さあ下の方に行くと、いや、ちょうどよく晴れ渡りになってる。絶妙すぎる。さあ、というわけでまずはこのパウを破壊しましょう。ちょ、あ、痛いけど。さあ、これで1個破壊できた、からの、
ああしまった、危ねえ、セーフセーフ、いてててて、意外と盾の方が弱くない、剣よりか。ああ俺の爆弾が意外、うん、この後の弓が結構難しいね。オッケー、さあ上に登って、で、あのおそらくだけど下のあの、あーん、パックンたちが見えてる状態であのパウを破壊しないとやばいと思うので、あーあー、いけたいけた、あれ、ちょっといらない君はあ、うー、すっごい勢いで来るわ、びっくりした、しかも逆襲してくる、半端ない、よっ、ちょっと難しいかな、違う、振り向かないと、ちょっと掴まないで、あれ、あそこにまだあのアイスブロックがある、よし、あ、なんだ、いけるじゃん、普通にいけるじゃん、ここ狭いっすね、あー掴まれた、よし、ようやくいけた、でもさあ上がめっちゃ気にならない、あれ、ここでオンオフスイッチ、なんかあるのかい、これどういうこと、おお、上気になるよなこれ、努力すればいけなくもなさそうだが、よっ、あー失敗した、よっ、よし、うん、結構難しいな、あーとと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 、ほっ、おいおい、これでここ壊せばいけそう、ちょっと滑る、よっ、おお、あと一踏ん張り、さあ上の方には何が待っているのかと、おさあこれはなんと鍵だ、やった、これボーナスステージへの鍵、おお、さあ頑張った甲斐があって鍵をゲットしてからの、わお、ここかなり危険ですね、普通に降りられないっていうか、うっそ、まさかもう一回やらされると、しかもマスターソードがなくなる、あー、ここでやられたらさ、いや、やられちゃってもいいのかな、もうぶっちゃけやられた方がなんか時間回復するじゃんくらいの、そんな気持ちはある、あ、でもあのブロック破壊されてるから、あ、めっちゃ簡単これ、あ、ちょっと危ない危ない、なるほど、よし、いいよ、あと一つ、よ、おー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 、逆逆、おお、捕まないでくれ、よし、いけた、これどっちがいいんだろう、空気読め、あ、別に読んだ意味なかった、おお、さあマスターソードを手に入れてこれからボス戦が始まるみたいな、そんな感じかな、さあボス部屋、恒例のボス部屋は鍵、待って待って、鍵がないとそもそも進めないじゃんみたいな、これ戻されるんか、あー入れるだと、ちょっと待って、うっそ意外、いや意外っていうか、ちょっと待って、俺鍵使わなかったんだけどどっちが正解だったの、鍵使うルートが本来正解なの、どうなんだか分かんない、あー、これゴールポストじゃん、うっそ、ちょっと待って、ボス戦さっきのあのあれだったたくさんスイッチっていうか、あのパウとかあるとこだった、まさかの、あー、これでいけるけどこのなんていうか、あのボーナスゲーム取りパクれた感すごいあのドラゴンのマークが出てきてさ、音楽変わるところがボス戦ってことなんだね、うん、多分そうっていうか、ちょっとあの中間ボスかなとか言って最初思ったけど、実際はちゃんとクリアできるやつだった、おそらくだけど、さっきのマスターソードはさ、3つの神殿をクリアしてなんかメダル3つぐらい集めたらマスターソードが取れるよみたいな、そういうあのゼルダあるある的なものを再現してる感じなのかなと思ったりするんだけど、どうでしょう、ちょっと待って、あ、じゃあ一回クリアしてから、あのもう一回ボーナスステージ行きたいと思います、あ、かわいい、鍵連れてくのなんかちょっと寂しいな鍵は楽しそうでいいけどね。
さあ、というわけで残念ながらボーナスステージに入れませんでしたけど、ん？優しさが溢れてる。鍵は見つからない。あんなに露骨になんか土管ありましたけどね。うん。さあ、というわけで、じゃあ、スタートからやり直していきましょう。さあ、おさらいプレイ。うん。さあ、まずはというか、全体的にこうやって爆弾を使うという設定があって、水中だと爆弾がすぐ落ちていかないから、結構狙いはつけやすいんですよね。で、逆に空中だと難しいと。で、足場があると、こう投げ込みやすい。そういう感じ。で、パウ。うん。こうやって序盤でさ、これから使っていくっていうか、基礎的なところを学ばせてから応用の謎解きをさせていくっていうのが、なんていうか、この、うまく作られてるなーっていう感じがある。ゼルダも大体そんな感じですよね。最初はこう、アイテム一つで簡単にいけるけど、そのうちそれが、こう、複合的に使わないといけないとか、そういう謎解きが待ってると。よし。さあ、というわけでここ。ここをさ、逆に失敗してみたい。うん。なるほど。こうなっちゃって、もう戻れないから上から行きましょうと。よっ。あー、なるほどね。まあ、想像通りって言っていいのかな。うん。オッケー。よっ。この乗った瞬間に、あ、取り出せる。こういうなんかテクニックって、あー、危ねえ。やらされそうな気がする、そのうち。よし。オッケー。さあ、カラーの、この、トゲゾウくん。これ丸まってるやつは剣で切ると、そのままこうやって動かすことができると。で、トゲトゲはそのまま痛いっていう。これはさ、空中、水中だと蹴れないから、ダメなのかな？ダメっていうか、地上に落ちてれば、あ、蹴れるね。うん、なるほど。これうまく使えば、みたいな、そういうことかな。うん。なるほど。で、戻って、ここ足場を使いながら、こう爆弾を使うと。で、爆弾こうやってぶっちゃけこう、突撃しちゃえば、めっちゃ簡単に、こう狙ったところに破壊できるから、なるべくだったらノーダメでいってね、みたいな、そういう感じかな。うん。で、これってさ、どうやって押すのこれ。あ、弓矢で？そういう？へえ、面白い。待って待って、ピンク来い。先こっち投げるか。あー、優柔不断。どっちつかず。これは、一回戻れば、復活するよね、P は。多分ね。さあ、中間に、近づいて、うん。これさ、頑張れば、上の方に持っていける？持っていけるというか。さすがにちょっと難しいかな。このさ、つららの上に乗って、爆弾取り出せば、おそらくできなくはないと思うけど、なかなかシビアだね。他にできそうなルートはないから。もうできるだけトゲトゲを置いて、ってやってるから。あ、これ最初、ちょうどこう、タイミングよく、潰れない。まあ、いいか。これが何か使えたりするのかな？あの、魚くんを潰してるだけなのかな？フィッシュボーンくん。入れてしまった。逃げろ。うん。なるほどね。なかなかこういうとこショートカットしたくなるっていう、そういう思いがあるけど、みたいな。ここからはさすがにね、投げるのかなり難しいですよね。時間がないね。よっ。なかなか厳しいか、これは。そんなとこにこだわってる場合じゃないか。あ、なるほど。わかったわかった。このマスターソードそのものをこれ持ってっちゃえばいいんじゃないですか。これを持ってけばさ、ダメージ受けた瞬間に、マスターソード取って、無敵中に爆弾取り出せば、なんとか自滅しながらいけそうな気がする。ちょっと裏技っぽい感じだけど。こうやってダメージ受けて、持って、こう。あー！しまった！さあ、こういうことやってるとね、めっちゃ視聴者さんから低評価食らうんで。まあでもできなくないよねってのはちょっと見せました。さあ、ここ。これはさ、レールの置き方、これどういう意味なんだろう。まあ、普通にやれる、じゃあやれるかな？うん。
で、ここだ。うん、これを使って、結構なんかスッといかないから、あ、でもこうしてやっときゃいいのかなみたいな。さあ、これで上の方を破壊できるけど、よし。さあ、となるとさあ、ここあえて氷になってるのめっちゃ気になるよね。というわけで破壊、特に何も起こらなそう。オッケー、さあ満足した。何もないかな。あ、ちょっと危なっ。一瞬なんか爆風で上の方が見れるから何もないってのが分かっていいかな。裏技でさ、右上の方に実は壊せるブロックがあってみたいな。うん、ないか。うん、まあ大丈夫かな。さあ、いろいろ探し回ってみたけど、まあ多分何もないでしょう。あったら教えてください。さっとえげ、ここに戻ってきたけど、これは取っちゃうか。これ取らないで下に置けないかな。難しいかな。できなくはないよね、これ。よ、みたいな。これで、いけなくもないだろう、みたいな感じかな。うん、なるほど。ただ、これを使っちゃうと、いわゆる謎解きが謎解きじゃなくなってしまうから、なるべく、みたいな、そういう感じかな。よ。マスターソードが出てくるところに入れたりする可能性が、まあ、ないか。うん。たまにあったりしますね。たまにというか、今回だけぐらいかな。うん。おっと。よくよく考えたら、これ結構、難しくない？うん。よ。時間ない。あ、いけたわ。うん。これ、弓でやれって書いてあるのは、これどういう意味だろう。爆弾をここに持ってきて、っていうわけじゃないかな。爆弾でピンクホイ取れちゃうから悪くはないんだろうけど、うん、まあまあいっか。よし。さっというわけで、ここから投げ入れて、うん、ギリギリ届くと。さあ、ちょっとドッスンさんが遅いので待ちましょう。オッケー。うん、やっぱつららの上には乗れるよね。だからこうやって頑張ればいけるかもだけど、まあ、2種類の方法で行くことができるはず。待て待て、これ中間ポイント、あー、やばいやばい、急がないと。え、やばいじゃないこれ。よっ、めっちゃ急ぐわ。でやー、あー、そっかそっか、よかった。さあ、なんとか中間ポイント、よーし、セーフー。よ、さあ、じゃあ一旦これはやられちゃいましょう。さあ、というわけでボス戦、まさかのボス、ま、待てよ、よく考えたら確かにボスエリアでちゃんと鍵が用意されてるという意味では、ここ確かにそうですよね。よ、結構これ厳しいな。もうやり方これ合ってんのって感じがするけど、あそこに投げ入れられればな。お、いけそう。よっ。OK。さあ、そうしたら、こう入れて、取り出すことができると。おでやー。よし。ふう、助かるー、みたいな。この辺何もないよね。OK。さあ、無事に鍵を回収して、ボス戦。おーっと。時のオカリナの水中ボス戦。まあ、もちろん水中で戦うと思うんだけど、どんな感じだったかな。トワイライトプリンセスの方を、フックショット、クローショット的なものを使ったのを覚えてるんだけど、時のオカリナはな、もう一回やらないとちょっと思い出せないかも。今やったらね、もう何もかも忘れてるから、風のタクト HD やった時の何倍ぐらいも、怒られそうな気がする。時のオカリナは結構やっぱりプレイされてる方も多いですからね。おー、危ね。さあ、これ結構難しいんだよな。うん、
あとちょっと頑張りたい。よっ。もう一個投げたいな、これ。あー、ちょっと、バカバカバカ。おー。このさ、掴まれるのって、そういう、あれか。あー、確か。でも、もうちょっと違ったかな。なんか、時のオカリナの、うろ覚えなところ。なんか、うろ覚えで言うもんじゃないなと思うから、これは、そのまま行きましょう。いてて。ちょっと待って、マスターソードこれ取れないやつね。わかります。よし。さあ、あれちょ、待って。どうなってんのあれ。あー、やばい。この左の方にあるこのバネちゃん。まあ、これどういう。いて。あ、戻ってくるのか、なるほどな。よくそんなうまく、なんかあの、ガボン鉄球が。こう左右に振られるようになってるな。で、上からこれが降ってくると。なるほど。改めて見るとなんかめっちゃ凶悪っていうか。あれなんかよく見たらパウなんか数足らんくないっすか。あれ嘘。結構なんかあのシビアだな。よし、もう一回やりましょう。よし、さあこれでリセットすることができる。なるほどな。その代わりもう一回パウを打たないといけない。よし。この上の方にあるパウを破壊するときに、ちゃんとあのブラックパックの一番下が見えてないといけないっていうのがなかなか、あー、やばい、大変ですよね。あ、勝手にやりおった、あいつ。危ない。じゃあこれ。あれ？あ、ここ、まだアイスブロックある。あー、届かないやつ、これ。あ、届いた。危ない。しかし、ここにさ、あの、申し訳ないんだけど、あとちょっとのアイコンがすごく邪魔っていう。もちろん消せるからね、あの、問題はないんですよ。問題はないんだけど。よっ。待て、弓構えてると話してもらえないんだ。へえ、意外。本当に？あー、本当だ。マジだ。動けないわ。いて。ちょっとマスターソード、俺のマスターソードが。オッケー。で、ここに、この状態、え、どうするのこれ。パウが、パウじゃなくて、触れないじゃん。いて、戻されるし。え、どういうこと。まさかの謎解き。前、あの、裏技でやったからちょっとわからないっていう。あ、爆弾を投げ込むのか。結構厳しくない？いて。よっ。これはなかなかしんどい。いや、でも実際どうやってやるのこれ。これをさ、こっちからこう、シュッみたいな感じでもいいのかな。できなくはなさそうだけど。あー、なかなか難しいわ。どっちが簡単だ、これ。なかなか投げれるのもしんどいな。よっ。他にやりようがあるかな。あ、ちょ、お前。フリーになったらめっちゃ普通に襲ってくるわ。あー、今のは逃げきれなかった。おい、もしかしてさ、あー、ちょっと捕まれた。ガボン鉄球を押し返すことによってもっと楽にできる、そういう可能性。あ、そうなのか。爆弾が投げ込めないんだったらガボン鉄球くんをぶち込めばいいじゃないみたいな、そういうことなのか。危ない。あー、くそ。あいつら。クレーン、破壊できた。あれ、なんであれ破壊できるんだろう。今、ガボン鉄球関係なくない？あそこだけは破壊できるのかな。ちょっと後で動画見返して、システム的な理屈がわからないか見てみます。ちょっと俺の爆弾。クレーンに持ってかれるのが面白いね。あ、破壊できるわ。理屈がわからないけど、一応、パウブロックで、あ、パウブロックを破壊することができるっぽい。どういう理屈かわかんないけど、あと掴まれたら逃げる。あ、弓矢を解除しないと。よし。さあ、この状態で、あそこに爆弾を投げ込んで、アイスブロックも壊したい。となると、うまいこと、ガボン鉄球をこんな感じで跳ね返せばなんとかなるのか。
や届かないよね、うん、じゃあ普通に投げ込むしかないのか。結構しんどい。ほい、あー入った、よかった、頑張った甲斐があった。そしてオンオフスイッチが切り替わって、ここでよっ、ほっほっほっ、よし、いけた、オッケー。さあこれで勝利って感じかな。さあこのボス戦のなんていうか詳細とか、おそらくゼルダファンの方が教えてくださると思うので、その辺期待して、じゃあ次行きましょう。いやもちろん時のオカリナプレイしたことある俺なんだから言っておかないと、そういうとこ情けないんだけど。あれでもこれ、あ、これはあの左のギミックやるだけだから、これ変えても関係ないよね。よし、さあというわけで3つの神殿をクリアしてマスターソードゲットという、そういうストーリー的な流れだと思うんだけど、うん、なるほど。よし、じゃあ次、あ、まあマスターソードいらないやとか結構なんか無限にしていくけど、これだ、なるほどな、うん、ここはマスターソードが出てくるのは何だろう、何か理由が、あ、そっか、こっちに何か理由が、おさあ上の方にはワンアップがたくさん、そして、え、あ、聞かねえわ、え、どういうこと、あ、爆弾、待って待って、爆弾いいのかな、うん、さあ何かないかチェック、結構ね隠しアイテムとかありそうだけどなさそうかな、うん、よし、じゃあこっから投げ入れちゃいましょう。意外と届かねえな。お、やったぜ。うん。このなんか狭いところで投げるとやたらスライドしていくから、それが、こう、ミソなのかな？お、やったねー。さあ、焼け焦げた。焼け焦げたってのおかしいけど。焼きキノコゲット。うん。なるほどね。ここは通り方がないよね、他に。うん。バブルによってこの弓矢が防がれてしまうっていうのはなかなか面白い。うん。これは何か仕掛けに使えそうですよね。よし、さあボーナスステージもクリアというか解いて、あとはさあここでゴールするだけよ、ほっ、オッケー。さあそしてリフトを使って通る、くれ、これ最後あのおじさんでいけるんだけど。そういう無駄なことやっていくみたいな。よーし、さあコスプレタイムは終わりだみたいな。もうなんかさ、俺ってかなりひねくれ者ですよね。今更言うことでもないけどさ、なんか作者の意図をなんとかずらしたいみたいな、そういう欲があるから、ちょっとそこは反省すべき点なのかなって思います、うん、さあというわけで、じゃあコメント、俺はなかなか、うん、爆弾を使ってあの水中で爆弾投げるっていうギミックがなかなかこう面白くて、足場がないと取り出せないっていうところをうまく使ってますよね、これは。あー、トゲゾーのとこでひどいっていうのはちょっと起きたかったかもな、うん。さあこれ道中でどういうこととか、ひどいってつけたいけど、結構あのこのアイコン画像がさ、スタンプかがちょっとあの画面を覆ってしまうこともあるから、置き場所って結構難しいなって思いました。基本的にコメントオフにできるけど、コメントオンの方が面白いっちゃ面白いし、そこちょっと悩ましいとこですよね、うん、人気コースとかなんてもう大変でしょうね、見づらくて。逆に出すぎてなんかそんなに半透明ばっかりになるとか、そういうことになるのか。さあこれはナイスアイデア入れときましょう。よし、オッケー、よし。さあというわけで、じゃあ一旦表に戻りましょう。さあというわけで、いろいろとあったけど、なんとかクリアすることができた。でもこれ結構あの、爆弾使ってブロック破壊したりとかするってやつは、積みポイント出やすいですよね、きっと。どこかあの、爆弾使って時間差で埋まるところに行っちゃったりとか、そういうことがたくさんあると思うから、そういうとこ修正するのはかなり難しかったと思いますが、じゃあ逆に、何度か調整されてない積みポイントがまだある版とかあるのかな、ちょっと覗いてみる。お、さあ、
もうリンク試作4って書いてある、これ第4章ってこと。なるほど、もうすでに次のが着手されてる。さあリンクアドベンチャーテンプルオブウォーターと、おお、あ、なるほど、結構この対策シリーズの合間にも普通コース作っていくというこの精力的な作りっぷりですよね、うん、まあその代わりちょっと難しそうなところあるけど、なるほど、うん、前のテンプレイティブなんていう楽になってるというか、あ、なんだって、まさかのトーブブレイズ1個なくなって、これは何度調整版難しい版になってる、なるほどな、うん、なるほど、確かに難しい版が残ったままだと、あの積みポイントとか修正されてないとね、あのどこでもマリオとかに出てきちゃった、どこまでじゃね、どこまでもマリオとかに出てきちゃうと大変だから、そういうところはまあ分かるところかな、うん、難しい版もちょっとやってみたかった気がするけど、まあしょうがないでしょう。さあというわけで、じゃあ詳しく見ていきましょう。こんな感じなんだ、へえすごいね。でもやっぱり基本的には後ろ側裏側かサブエリアでなんとかしてたけど、かなり音楽を作った上でを作るから推移を考えないといけないんですよね。だからうまく作るのって結構難しいよな。これって途中で水位の上昇下降とかって調整できたっけ？基本的にはどうなんだろう。できなかった、いやできてるのかな。確か、あ、サブエリアの方だけ上昇下降があってっていうことか。うん。じゃないとおかしいよね。表面の方は上昇下降がなくてサブエリアの方にあって、なおかつそれで水中の中の方はその水位が変化するところを見せないようにして作ってるってこと。いや、なかなかどうやって作ったのかがわからないぐらい不思議な感じだけど、さすが職人って感じですよね。うん、なるほどな。うん、さあというわけで、じゃあ今回は結構なんていうか爆弾を使ったプレイがね、なかなか大変だったけど、その爆弾を投げるタイミングとか、ほぼほぼ水平に投げられるとか、ああいうギミックを楽しみつつ、難しいぐらいっていうか、様子だったら自分でこう、マリオじゃない、リンクに担がせて、自分で突撃っていう、そういう簡単なやり方もできるから、そういう優しさがあるのはすごくいいですよね。そのなんていうか、謎解きを重視して、それをどうやって解くかっていうところはなるべく簡単にしていくみたいな。でも簡単にしすぎないところがゼルダっぽいっていう、そういう感じだと思います。で、まあ、いろんなこう、時のオカリナ的なそういう要素があるんだけど、その辺はちょっと私が記憶力がなくてね、ちょっとうまく言えない、解説できないところがもどかしいところなんですけど、まあその辺は、詳しい他の視聴者さんたちにお任せするとして、じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。さあというわけで、今回魔王の力を読めつつ、マスターソードをゲットという感じなのかわからないけど、第4章がもう着手されてるっぽいので、その辺も楽しみにしておきましょう。さあというわけで、じゃあ今回ここで一旦区切っておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。